まあ勉強漫画といえばまずはまあ歴史漫画が思い浮かぶと思いますね、まあ、日農研では正午の9月から歴史に入りますから遅くとも正午の夏休みまでには読んでおいてほしいです、まあ、塾の保護者会では歴史が苦手な人は歴史漫画を読んでください、まあ、そういう話はどこでもすると思います歴史漫画で大まかな流れをつかんでまあ塾のテキストに戻るそうする そうすると頭の中でイメージがつかみやすくて、まあ、スルスルと頭に入っていきます、まあ、太字の,の語句を暗記した状態でもう一度歴史漫画に戻るとより記憶が強化されます、まあ、あのできればですねあの図書館ではなくぜひ買ってあげてほしいです、まあ、そ,れそれは繰り返し読む必要があるからです、まああの 日本の歴史、まあ、20冊セットぐらいのものがあると思うんですけど、まあ、これはですね、まあ、2万円ぐらいしますよね、うん。ブックオフでも売ってるから、まあ、それで買うっていうのも手だと思います。えー、またですね、集英社から日本の歴史全10巻セットを、文、え、庫、ー、本でですね出ています。まあ、これはあの子供たち奪い合って読んでますんで、まあ、あ6000円ぐらいですね。まあ、これも人気だと思います。 ただまあ,あの、そんな時間がないっていう6年生もいると思うので、まあ、上下、えー、2冊でまとまってて、お値段も手頃なものを紹介したいです。まあ、シリーズでですね、年代暗記物も,も出ていますので、おすすめです。えー、これですね、中学入試漫画、攻略本、本、えー、歴史、えー、上巻下巻というものが、まあ、学研からですね、出ています。まあ、1冊1080円なんで、 まあ上下間でも2160円です、えー、リーズブナブルだと思いますので、えー、ぜひおすすめしたいですはい、えー、次ですね、えー、育成テストの範囲にもなっていますが、まあ、語句っていうのは公開模試にも出ます、まあ、分かっているけどなかなか語句の勉強に時間が割けなくて点を落としています育成テストの直前の勉強では到底覚えきれないので 日頃から漫画のことわざや慣容句の本を読むようにしましょう、えー、6年の公開文字でことわざが出ることがありますが、まあ、やはりみんな定着できていませんでした、えー、5年生の段階でですね漫画タイプのことわざの本や慣容句の本を読んでおくといいと思います早いうちからストックしておくと後で楽です ふ普段からことわざを使えば覚えるんでしょうけど、まあ、なかなかそういう機会はないですよね。えー、私の教室でおすすめしているのが、ちびまるこちゃんシリーズのことわざ教室、四字熟語教室、えー、あとはですね、慣用句教室ですね、えー、満点ゲットシリーズというもので、1冊798円です。まあ、これシリーズたくさん出てまして、 私の教室には全シリーズ買っておいてありますけども、まあ、少なくともこの3冊は早い段階で手元に置いて繰り返し読んでほしいです、はいえー、次はですね社会に役立つおすすめ漫画です「えー、鋼の錬金術師」や「銀のさじ」で有名な荒川宏夢さんの作品ですね えー、百姓貴族というなんともインパクトの強い漫画のタイトルですが、まあ、簡単に言うと農業あるあるの漫画なんですね、まあ、昔は身近に田んぼや畑があったものですが、まあ、最近の子供にはですね農業はなじみが少ないのかもしれません農業が苦手だなと思う人はぜひ一度、えー、手に取ってください同様にですね銀のサジもアニメやドラマ化もされましたがこれも子供たちに人気の漫画ですこちらもおすすめします はい、えー、次はですね、えー、理科で役立つ漫画です、まあ、5年生もうじき人体に入りますけども、まあ、生物の中で植物や動物は比較的身近な単元なんですが、まあ、人体はですね初めて習うことも多く苦手な生徒が多いですでこの「働く細胞」っていう漫画ガは、まあ、体で働く細胞たちを擬人化して、えー、細菌やウイルスと戦う様子を描いた作品です まあ、白血球や赤血球がどういう役割をしているのか血小板がどういう役割をしているのか、まあ、それが分かるだけでも読む価値があると思います、まあ、子どもたちにはですねすごい人気の漫画ですので、まあ、アニメ化もされてますけども是非、まあ、ですね一度読んで人体の単元に進む前にですね、えー、体のことを、えー、知ってからですね授業を受けるといいかなと思います はいえー、もう一つですね、えー、理科に役立つ漫画です決して真似しないでくださいという、えー、漫画でですねヘビゾウさんっていう方がですね書かれた漫画なんですけどこれも非常に面白いです科学の実験ですねに関する漫画なんですけども、まあ、科学っていうものに対してですね子供が、まあ、ハードルが下がる漫画だと思いますまぁ、あ、末にですね是非真似してくださいっていうページもありまして まあ、子供たちができるような理科実験についての特集ページもありますのであの理科好きな人はもちろんちょっと科学が苦手だなと思う人もまずは漫画から入ってみてください全3巻なので、まあ、非常に読みやすいと思います、まあ、例えばですね、えー、スタントマンが燃えても平気な理由を検証するとか切れた蛍光灯を灯すとか あとは変わったところで2月が28日しかない理由を調べるなど、まあ、いろんな内容のものが入ってますんでね、あのぜひお勧めしたいと思います。